サネからミミソップです。久しぶりのお日様、暑いけど気持ちがいいです。ハウスの中は遮光していますが明るいです。今日も実生苗を観察していきましょう。おはようございます。お久しぶりです。じっくり見ていきましょう。順調に大きくなっています。本葉も出てきてすくすく成長してくれるので毎日の観察も楽しいです。特に晴れた日は生き生きして見え、おや？おや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 ？ポロポロしています。これは一大事です。ただこんな時は慌てず騒がずです。周りの未生苗たちもしっかり観察しましょう。ちょっと触ったりして、はいはい、大丈夫大丈夫、うん、ポロポロ取れるものはなさそうです。よし、異常なし。どうやら被害はこのポットだけのようです。じっくり観察してみましょう。茎の1本ずつを見ていくと根元が溶けているわけではなさそうです。溶けているというよりかじられているようです。犯人がコバエの幼虫だったりした場合はオルトランは効果がやや出にくいです。一番安心なのは植え替えることです。犯人がわからないので最善を尽くすため植え替えちゃいましょう。新しく種まき用の土をポットに入れて表面にバーミキュライトや赤玉土を薄く敷いておくと苔が生えにくいです。今回は赤玉土を薄く敷いています。それを腰水しておいたものです。未生苗の植え替えの時は苗を乾燥させることなくそのまま植えます。1日この対応が遅れると結構被害が広がります。まずこの土の中の根を食べて茎を食べる。おのれ虫め、大切な多肉を食べて許さんという気持ちにもなるんですが、うん、そこ美味しそうだもんね、わかるという気持ちにもなります。植え替えます。茎が細いのでちょっと怖いんですが、そっと手でいっちゃおう。こんな感じです。こんな感じで根気強く、よいしょ、ピンセットと手を駆使して植え替えていきます。いるのは愛と根気とできれば柔らかいピンセット、あると作業がはかどります。すごい、こんなに大きくなっているのに食べられて、はい、できました。念のため表面にまた苞米を振ってあります。どうでしょう、見た目ちょっと不安ですよね。でもご安心ください。ここからがコナエたちの生命力の見せ所です。無事大きくなるんです。また途中経過もしっかりご報告しますのでお楽しみに。私も楽しみです。それではまた次の多肉でお会いしましょう。